かける3桁の分割計算のやり方のお話をしていきたいと思います。また3桁かける3桁のですねサンプル問題10問ですね、答えと問題ダウンロードを無料でできるようにしてあります。概要欄にリンクを貼っておきましたので、またそちらもこの動画見てですね、後で練習してもらえるといいかと思います。今回は3桁かける3桁、2桁かける3桁までは一括計算できますよという前提でお話ししていきます。次回の動画で2桁かける3桁の掛け暗算ができなくても1桁かける3桁ができてしまえば、やる方法というのがありますので、そちらは紹介します。今回は2桁かける3桁やれる条件ですね。まあ、前回の動画3桁かける2桁、2桁かける3桁の分割計算ですね。2桁かける2桁と、3桁かける2桁に分けてやるというやり方を見てもらえれば、今回は全く同じなんですね。桁数が増えるだけで。まずは 52×386 をやって、52×386。で、答え72、下2桁の答えを確定するんで書いてあげる。残り、600×386。残りの計算をやって足してあげれば答えですよというやり方ですね。まず、52×386 ですね。2桁かける3桁なんで、万のところですね。ここから答えが入るイメージです。5315580563223628662612。2072ですね。で、下2桁。72はもうこの段階で答えを書いてしまいます。72。もう、ここから、この答え72が変わる、影響されることはないんで、答え確定なんで、確定した部分は70に書いてしまいます。ということは、頭の中のイメージで残すのは2万ですよね。頭の中のイメージには、この2万、2万だけ残しておけばいいんですね。そうすると、あとは、この 600×386 をやってしまえばいいんです。3桁かける3桁ですから、答え6桁目から入れていくイメージですね。638、68、66、36、2316ですね。こっから2316を入れればいいんですね。先ほど2万と言いましたけども、実際下2桁は答え確定してるので、200足す2316がやれればいいんですよね。2316、2516ですよね。あとは残り2516を答えに。72の前に2516。72の前に2516を書いてあげれば答えという感じですよね。まあ分割計算。とにかく頭の中のイメージの負担を減らすんですけども、ちょうど昨日、うちの教室で3桁かける3桁の掛け暗算にチャレンジしてる生徒がいて、で、ちょうどこの話を、じゃあ分割計算一回やってみようか、試しでやってみるって言って、計算の仕方を教えてやってみたんですけど、もうその子は 2桁×3桁、3桁かける2桁は一括計算でできるんですよね。で、3桁かける3桁もある程度はできるんです。ただ、ちょっと答えがうっすら少し、消えてくんだっていう話があって、2桁ぐらいですかね、2桁ぐらいがちょっと自信がない。ただ、合ってるっていうのを繰り返す。合ってる、間違ってる、合ってるっていうのを繰り返すんで、もうそのレベルの子はやっぱり基本一括計算なんですよね。3桁かける3桁ぐらいまでは一括計算ができるのが基本的にはベストだと思います。なぜかというと、分割計算そこまでできる子に関して分割計算をやると、どうしてもこの桁の位置関係72を書いてしまって、残りこの4桁ですよね。10万、万、1000、100ですか。この部分の桁、ちょっと気持ち悪さっていうのが少しやっぱり残ってくると思うんですね。やはり基本3桁かける3桁ぐらいまでは、一括計算でできるのがベストだとは思いますけども。次回、もう一つですね、3桁かける3桁の、また違う、ちょっと分割計算のやり方をやっていきたいと思います。ぜひ、このチャンネル、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。